M4 カービンに取り付けられたア、アン、ペックマイナス -2A。アン、ペック -2 インフラレットターゲットポインター、イルミネーター、エーミングライトは、インサイトテクノロジーによって製造され、アメリカ軍が採用している、赤外線、レーザーサイト。ピカティニーレールを備えたライフルに装着し、使用することができる。アン、ペックマイナス -2 を装着した M16A にライフルを、携行している。 アメリカ海兵隊員。アン、ペックマイナスには、湾岸戦争後の1990年代初頭に、設計されたアン、パックマイナス 4C の後継として開発された。ミル規格に従って製造されたこの装置は、US ソップモッドブロック1の一部として用いられていたが、ほとんどは回収され、新型かつ小型のアン、ペックマイナス15あるいはアン。 ペックマイナス -16 に置き換えられている。アン、ペックマイナスには、二つの赤外線レーザー照射器を有している。一つ目はライフルで照準するために使用する赤外線レーザー照準器。二つ目は、フラッシュライトのように対象を照らす広域赤外線レーザー照射器である。赤外線レーザーは、暗視ゴーグルを通してのみ見ることができる。各レーザーは個別に、ゼロインでき。 照射するレーザーの半径は調整可能。二つの照射器は、本体上部にある6モードスイッチを切り替えることにより、以下のモードに切り替えることができる。モードスイッチをオンに切り替えるだけでは、レーザーは照射されない。本体上部にある円形のボタンを1回用化すると、モードスイッチで選択したレーザーが押している間、照射される。連続で2回ボタンを押すと手を離しても照射し続け。 さらにもう一度押すとオフになる。また照射中にモードスイッチをオフに切り替えることでもオフにできる。さらに延長スイッチを装置後端のプラグに差し込むことによって本体のスイッチを直接押さなくても操作が可能になる。コードの長さは1から2フィート程度。操作方法は本体スイッチと同様に行う。水深20メートルまで防水であり、2本の 炭酸電池で動作する。また、民間向けモデルも存在し、軍用より大出力かつ、貸しレーザーや、その他機能を使用可能である。改良型である案、イナス2 a には、眼球の損傷を引き起こす、可能性のある高出力モードへの切り替えを物理的に、制限する取り外し可能な安全ブロックが組み込まれて、おり、裏表を反対にして取り付けることで、 高出力モードが解放される。ありがとうございます。